太陽が眩しいです。仕事中ですよ私は。こんにちは、平山CLです。今日は8月7日土曜日でございますね。現在時刻は6時20分になりました。もう夕方でございます。太陽も沈もうとしております。さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。8月7日土曜日、週末でございます。そして、お盆に突入しているという方もいらっしゃるかもしれませんね。さあ本日も一日皆様お疲れ様でした。良い一日を過ごせましたでしょうか。どうですか、過ごせましたね。いい一日を皆さん過ごせたと思います。本当に私もいい一日でございます。本当にさ、ちょっと高速に乗ります。今日も本当に暑かったです。でもね、大丈夫ですよね。大丈夫だ、うん、大丈夫。エアコン切ります。さあどうですか、この加速ノンターボ、ノンターボの軽バンでございます。頑張っております。まもなく18万8000キロ、まだまだ現役でございます。左に寄りましょう。頑張っております。いや、空が綺麗なのでちょっと空を撮影しようと思います。さあ、今日はちょっとね、いろんな名古屋駅だったり、今撮影した場所はこれは名古屋空港の近くですね。名古屋空港、小牧じゃない、まあ、名古屋市の、ね、北部の方のちょっと空の様子を、ね、撮ってみたり、こんな感じでね、いろんな映像をちょっと今日は織り交ぜておりますけど、明日もね、お仕事だという方もいらっしゃると思います。頑張りましょう。私も仕事でございます、ね、お休みの方は本当に最高にエンジョイしていい思い出作りましょう。大丈夫ですから、大丈夫、本当に大丈夫ですから、大丈夫、また明日も大丈夫、大丈夫、大丈夫言っていきますから、お付き合いください。よろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。平山茂でございました。おやすみなさい。また明日。バイバイ。